皆さんこんにちは、フィットネスメイトヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回はお腹の横側にある腹斜筋、横腹の腹斜筋特化型の筋トレをお作りいたしました。体、美しい体はこの腹斜筋でボディライン作ることできるので、ぜひ腹筋と合わせてこの腹斜筋も取り入れてみてください。ということでいきましょうか。まず今回のトレーニングは2種目連続でやっていきたいと思います。左上に出てる方の左側から先にやっていきたいと思います。まずはロシアンツイストです。しっかりとお腹で全身を支えて、足を左右に振った時に上半身を逆にですね、足とは逆の方向にひねっていきましょうか。できるだけバランスをうまく取りながら、お腹、常に全身をお腹で支えてください。お腹で支えながらゆっくりでいいので左右に振っていって、上半身もぐーっとひねっていきましょうか。さあ、そのまま OK です。じゃあ次、そのままサイクルクランチに行きます。クランチと同じように丸々の意識を強くしてください。丸々です。丸々時に肩を膝に近づけるようなイメージでやってみてください。肩を膝に近づけるダンゴムシのように丸々しっかりとお腹、そしてツイストさせて腹斜筋も一緒にガチガチに入れていきましょうね。刺激ガチガチに腹斜筋入れていきましょう。上げていく。 OK です。30秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレーニング動画実況付きで投稿、実況付きで投稿しておりますので、すいません、噛みながらよう噛むんすよ、僕。もうめちゃめちゃ噛むんすよ。でも噛みながらも実況でやらせていただいてますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして皆さん高評価、コメントほんまにありがとうございます。すべて読ませていただいてます。本当に動画作りのモチベーションにつながってますので、これからもですね、楽しい動画作れるよう頑張っていきたいと思います。ということで次の種目、2種目いきましょうか。プランクのレベルアップバージョン、プランク2アップからいきましょう。頭から足までを一直線をキープしたまま、膝、これゆっくりでいいですよ。ゆっくりでいいので、できるだけ肘にぐわーっと近づけてください。でも上半身は絶対に動かさない。そのまま上半身は動かさずに膝だけをぐーっと上げて、なんか上半身が少しこう窮屈になる感覚を作ってみてください。そのままキープゴインしていきましょう。OK です。じゃあそのままサイドトゥーサイド行きたいと思います。プランクと同じように頭から足までを一直線にしたまま、お腹の力を抜かずにお尻を左右にゆっくりと振っていきます。これゆっくりがポイントです。ゆっくりと振っていって地面スレスレまで行ったらゆっくりと持ち上げる。この時に上半身の力が抜けないように、お尻に持っていかれないように気をつけていきましょうか。残り3秒間やっていきましょう。 OK です。30秒間休憩していきます。皆さんコメント本当にありがとうございます。よくある質問に関しては全て概要欄にまとめさせていただいてますので、よかったら概要欄をチェックしてみてください。そしてインスタグラムの方で簡単ではあるんですが、皆さんの質問にお答えしたり、僕のトレーニング動画を投稿したり、インスタライブをたまにしたりしてますので、よかったら概要欄に貼ってますので、インスタグラムの方もチェックしてみてください。ということでいきましょう。次はサイドプランクツイスト、左右交互にやっていきたいと思います。交互というか、まあ、片方ずつやっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。じゃあしっかりと頭から足までを一直線にして真横を向いてください。この時に指先まで意識してやっていきましょうか。指先まで意識してやっていきましょう。プランクの状態に戻って、指先まで意識してピシーと伸ばしていきましょうね。ピシッとですよ。本当にこれね、大切なことは、もう一直線なんですよ。頭から足まで一直線になることで、この横腹ガチガチに来てると思いますので、ぜひガチガチに入れまくっちゃいましょうね。さあ、刺激は自分で入れちゃいましょう。頭から足まで一直線にして、指先まで綺麗にして、プランクの状態に戻る。戻ったら次、横向く。プランク戻る。常に体幹部分、お尻、足、背中、お腹、全部の力を抜かないようにしていきましょうね。できるだけ軽く力が入っている状態を作っていきましょう。 OK、 30秒休憩していきます。いやー、腹斜筋めちゃめちゃ気持ちよくないですか。めっちゃ気持ちいいですよね。僕結構好きなんですよね腹斜筋ってなんか気持ちよくないですか。最高ですよね。最高っすね。OKOK。じゃあ次の種目、これラストいきたいと思います。ロシアンツイストからサイクルクランチですね。結
コロシアン水素の時にもうお腹腹直筋もこれ結構一緒に鍛えれてるんでだいぶきついと思うんですけど、できるだけお腹で支えてください。左右に足を振っていくんですけど、お腹の力抜いちゃうと結構腰とか背中とかに痛みが出る方がいるので、できるだけお腹の力を抜かずにお腹で全身を支えていきますよ。少しだけ猫背になるようなイメージなんですけど、そのままそのままお腹で支えつくつーつー足を左右に振っていきましょう。さあしっかりとひねるひねる耐える耐える、残り2秒、1秒、 OK。 じゃあそのままラストサイクルクラッチいきましょう。結構これ丸まれないと思うんですけど、できる限り丸まっていきましょうね。肩を膝に近づける、肩を膝に近づける、ひねってひねって丸める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 、お腹お腹、腹斜筋腹斜筋言ってください。腹斜筋マインドマッスルコネクション、腹斜筋腹斜筋。そのままいきましょう。ラスト5秒間追い込んでいきましょうか。3秒前、2秒前、1秒前、 OK です。お疲れ様でした。いやマジでめちゃめちゃきつくないですか。最高じゃないですか。きついイコール最高なんですよ、筋トレっていうのは。さあ腹斜筋作って綺麗なお腹ボディライン作っちゃいましたね。ナイス。フィットネスメイトではこのような形でトレーニング動画実況つけてやばいマジで噛みまくり、チャンネル登録もしよかったらよろしくお願いいたします。でインスタグラムの方で皆さんの質問をお答えしたり、インスタライブをしたりしてますので、概要欄貼ってますので、よかったらチェックしてみてください。でよくある質問は概要欄にまとめてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。